はい、じゃあ今日フェイシャルでね、星野さんに来ていただきました、はい、お願いします。はい、はい、今日フェイシャルっていうことなんですけど、はい、なんか肌で気にしてることとか、はい、顔の輪郭とか、うんうんうん、このリフトアップとか、なんかそういう自分がこうなりたい気にしてる部分は、その結構なんかニキビ跡が残りやすくて、ニキビがね、はい、そうなんです。そうできて治りは割と早いですけど、跡が残りやすいっていうのが悩みです。残りやすい、あ、治りやすいけどね、はい、まだね、もう早いでね、そうです、はい、治りにくいとね、はい、はい、でね、ちょっと特殊というか、うちではいろいろこう内面的な部分も聞いて、うん、そこからこうお肌の調子とかリフトアップとかそこまで整えていくっていうのが特徴なんで、あのもしあったらでいいんですけど、はい、でも肌とかも綺麗だし、特にじゃあそんなに改善というよりはなんかちょっと代謝とか良くして、はい、そうですね、代謝があんまり良くない方なんで、はい、やっぱりニキビになっちゃったりもするっていうとか治りにくいっていうところは、うん、なんかこう老廃物とかがちょっと溜まりやすいような状況だと思うので、はい、まあ、その辺をちょっと流していって、はい、まあ、美肌になっていった感じを、はい、うんうん、まあ、顔も小さいですよね、小顔とかもありがとうございます、はい、ちょっとじゃあ最初、はい、一応小顔もちあるんで、はい、ちょっとこれ使って向こうの鏡の前で、はい、この耳の下から、はい、こう顎の先端を通して、はい、なんかこんな感じで何センチかちょっと測ってもらっていいですかね。はい、鏡の、あ、ここでもいいですか。ここです。はい。あ、この顎の先端をちょっと通す感じですか、ね。はい、そうです。で、耳の下。耳の下。難しいですか。難しいですね。測りましょうか。大体でいいですよね。なんか。あ、そんな感じです。あ、そんな感じ。はい、そんな感じ。大体51、2ぐらいですかね。51もないと思うんですけど。あ、そうですか。どこですか。20だ、ちょっと。はい。ここですよね。ここ0にしてもらって、はい、こっち側のとこ、ちょ指で押さえて。はい。やっぱ私やりましょうか。ちょっとお願いしていいですか。こっちだけ押さえてもらっていいですか。はい、このゼロのとこ、ここですね、そこをこの耳の下に持ってもらって、はい。あと24ですね。全然違う。50って頭の周りぐらいなんですよ。24センチですね。はい。これがね、ちょっと終わった後、まあ、さらにスッキリしてたら。はい、老廃物とか流れて、あ、なるほど、もっと小さくなるんじゃないかと。これ以上小さくなったら困るかもしれないですけどね。はい、まあ、そんな感じでね、はい、はい、やってみましょうか。お願いします。はい、はい、そう、髪の毛そうですね、ちょっと一番ですよね。そうか、催眠術はかかりやすい人とかかりにくい人って分かりますよね。まあでも、なんだろうな、ね、集中、その場で集中できるとかかれるんだけど、はい、なかなかこうみんなモデルさんとかやってたら結構かかりやすいと思うんですけどね。そうなんですね、うん、やっぱり普通の素人の人はカメラとか向けられちゃうとやっぱりそれだけでも緊張しちゃうんで、うん、そういうところが効かないんですよね。あの、我が強い、あ、確かに。もちろん我が強いみたいな感じですかね。そうですね、それはやっぱりよく言われます。まあでも、それね、そういう音楽とかね、そういう方って、うん、まあ、うち基本的にはそれかけるっていう言い方もするんだけど、はい、まあ、なんか
本当はなんか知らないうちにこういろんなものもらい催眠みたいな感じでかかっちゃってるから、うん、それを解いたらもっとみんな自分らしくなるんじゃないみたいなところがすごくあります。それだともうこのまま終わるの嫌だなと思って自分でこう自己催眠かけて人前で堂々と喋れる自分に改造してって、はい、で5年前の全国プレゼンテーション大会っていうのがあって1000人の前で喋れない。そんなめちゃくちゃあの怖い感じでは嫌ですよ。そんなことにならない大丈夫です漏れ線も全然ないしね、すごいいい感じですけどね。やっぱりだからちょっとニキビの跡がね、はい、どうしても肌が綺麗な分が多くて、うん、まあ、あの言語は読めないですけどなんて書いてあるか、うん、そのコメントとかもよくロシアとかヨーロッパの方も、今でもそれでなんか Google の翻訳機とかで結構すぐできるから、はい、うちの YouTube の海外のコメントは、うん、はい、結構大きめのマスクですね、これ。そう？はい。普通サイズか分かんないけど。はい。やってみた感じ。あ、でもなんか目はすごい開きやすくなりました。開きやすくなりますよね。はい、あの目がねちょっと大きくなるツボがあって、そこをちょっとでもしてるんですけどね、まあ、慣れてきたらもうちょっと強めに押すんだけ ど、 なるほど、やっぱり初めてってあんまり押しちゃうとあれかなと思ったんで、あ、まあ、そんなに大きくもしたくないみたいな感じで そこまでなんか、ね、まあそんなに大きくならないと思いますけど、ね、はい、あ、そうなんですね。これは取らない方がいいですか。どうでした、受けてみて。受けてみてやっぱその私あんまりなんか目がパッっていう感じ開かなかったんですけど、やってもらった後に目がすごい開きやすかったのと、そのさっき自分であの鏡を見て思ったのが、あの若干リフトアップしてるなっていうのがあったので、あとでその顎のそうなんだっけ周りの長さを測るので、そこでちょっと確認したいと思います、うん、肌の感じとかどうですか。まあちょっと、はい、あれ乳液とかついてるんでちょっとプリプリっとしてると思いますけど、でも肌の質もなんかあの張りが若干あるような気がします。ちょっとあんまりあの最初の状態触ってないかわかんないですけど、最初触ってなかったからあれなんですけど、はい、はい、うん、でもね、なんかいろいろ今後もね、すごいよくあの、はい、流れ、リンパの流れとかよくしたので、うん、まあ、この後もね、継続してどんどん良くなっていくと思うんで、はい、そのニキビ跡とかね、そういうの治りやすくなったらまた、はい、これなんかというかね、報告いただいたらありがたいなと思います。はい、はい、経過をちょっと報告したいと思います。はい、ありがとうございます。ぜひね、また遊びに来てください。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ちょっと測ってみましょうか、その、はい、顎、どんな感じ。さっきみたいにまたそっちだけ持ってもらって、うん、こっ
ちも消すね。はい、OK。同じする。一回じゃ変わんないよ。多分ね、もともとそんなに。なるほど、あんま変わんなかったです。顎はね、そんな小顔、もともと小顔なんで。まあ、そういう結果もありますよね、多分。もともと、なんかもうちょいなんかちょっと、顎あたりがね、ダブついてるような人とか、そういう人は、ちょっとあれだったのかもしれない。まあ、でも1回目でやっぱりそんなすぐ効果出にくいっていうか、まあ、出る人もいれば、今回は、あの、顎じゃなくて、他の方に効果が出たので、まあ、それはそれで私はすごい良かったかなって。はい。